美味しく食べてマイナス10キロ痩せる方法をお伝えしていきます。先月別動画でこのこちら蒸しスーパー大麦をご紹介したところ、もうたくさんの方からコメントやご質問を LINE までいただいたんですね。そこで今回の動画では、では一体この蒸しスーパー大麦を1日あたりどれぐらい取ればよいのか、またどのように取るともっとさらに効果的に痩せることができるのかということをまとめてご紹介したいと思います。この動画の最後では、この蒸しスーパー大麦を使いました美味しくって痩せる簡単なまたレシピをあなたにお伝えしたいと思います。ぜひ最後まで楽しくご覧くださいね。この動画ではこの流れでお伝えしたいと思います。1、なぜこの蒸しスーパー大麦を食べると痩せることができるのか、その理由と、2です、一体何をそもそも取っているから痩せることができるのかという具体的な中身と、そして3番目です。ではどのように食べれば一番さらに効果的にですね、この蒸しスーパー大麦の痩せる効果を発揮することができるのかという美味しいレシピをお伝えしてまいりたいと思います。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしているんですね。そのことであなたが継続的に健康で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますと、とても励みになりますし嬉しいです。それでは早速お話続けてまいりましょう。では一つ目の項目です。なぜ痩せることができるのかというその理由なんですけれども、ポイントがあります。それは腸内環境が整うからなんですね。例えばですね、あなたの腸の中でそのまあ正義の味方ですよね、正義のそのまあヒーローとまあ悪役、まあ、悪者たちがいるんですよ。でそれを例えて言うなら、その正義のですねヒーローが善玉菌と呼ばれる痩せ菌なんですよね。で逆にあの悪です、悪者たちというのは悪玉菌と呼ばれる、その別名デブ菌と呼ばれるその菌がですね、いつも必ずいるんです。あのどちらかがゼロとかはやっぱりね、あのないんですよね。必ずいるんですけれども、この割合がとっても大事なんですよね。でその割合をですね、実は左右するのがその中間にいる日和見菌と言いまして、もうこの菌がですね、もう物語で例えるなら、もうすぐにこう手のひらを返したかのように強い方につくわけです。ヒーローが強い時はヒーローの味方をする。でもヒーローが危うくなってですね、あ、なんか負けそうヒーローと思った途端に、やばい、こうなったらもう悪者の味方をした方が自分たちにとって得だと思うと、もうすぐにですね、このヒーローを裏切ってですよ、その悪役の悪玉菌の方に味方としてですね、ついてしまうというですね、菌なんですよね。いかがですか、困ったものです。なぜかというと、その日和見菌といってすぐに強い方にあっちもこっちもですね、簡単に翻ってですね、ついてしまう菌が全体の7割を占めてるんです。いかがでしょうか。ですから、いかにこの腸内環境で整えることができるのかというのは、そのヒーローである善玉菌をいかに増やして、悪玉菌をいかにですね抑えるか、まあ、1割ぐらいに、でヒーローはだいたい2割なんですよね。で残りの7割がその中間のどっちにもフラフラするですね、菌なんですよね。ですから、先ほど冒頭でお伝えしました、このスーパー大麦を召し上がっていただくと、この善玉菌がですね元気になるわけですよね。すると、その日和見菌の中間のフラフラフラしている子たちがですね、あっという間にヒーローに味方をしてくれる、そのきっかけとなるのがこのスーパー大麦なわけなんです。ですから、痩せるポイントはいかにあなたの腸内環境を整えるか、善玉菌を増やして元気にして、その中間でフラフラしている者たちさえですね味方につけて、8割をですね、8割9割をその占めることができるのかということにかかっているんですよ。では2つ目の項目に移りましょう。何を実際に取れば痩せることができるのかということで、今回材料としましてはこのスーパー大麦なんですよとご案内してるんですけれども、このスーパー大麦が持つもうすっごいですね豊富な
3種類ものですね、食物繊維が痩せる理由なんですね。ちょっとご一緒に見ていきましょうね。スーパー大麦と言いますのは別名バーリーマークスと言いまして、私が大好きな国です、オーストラリアですね。南半球のオーストラリア政府がですね、約10年もの歳月をかけて開発したその大麦 の、 そのスーパーバージョンなわけですよね。でこれがもうとにかく食物繊維が一般の大麦と比べても2倍近くあるのに加えて、その体内に入ると食物繊維の働きをしてくれるこのレジスタントスターチというのがですね、なんと4倍も入っているんです。でこのことで腸内のですね、もう隅々、もう奥の奥までもう根こそぎですね、根こそぎじゃないですね、もう奥の奥まで届いてくれるんですよね。その何を届けてくれるかというと、その痩せ菌と呼ばれるその善玉菌の餌となるのがこの食物繊維ですから、もう隅々の至るところまでですね、もう入り口から出口まで奥の奥までいろんな働きをしてくれる食物繊維が豊富なんです。一種類じゃないわけですよね。なのでですよ、もういろんなところにですね、もう目が行き届いてくれるわけですよね。いかがですか。例えばたった一人で大掃除をするよりも2人も3人もですよ、このスーパーウーマンがいた方がパーッとお掃除片付きませんか。あそこもここもその方の特有の、得意を生かしたところをですね、お掃除してくれる、そんなイメージですよね。食物繊維というのはもう腸の大掃除の元になるものですから、もしあなたがこう便秘で悩んでいらっしゃるとか、逆に難便になっていらっしゃるとかですね、そういった方はやはりこういった食物繊維が足りていないわけですから、このスーパー大麦を召し上がっていただきますと、もう腸の奥もう隅々まで、お部屋で言えばもう本当にですね、カーテンレールとかですよ、もう普段こうお掃除できないようなもう角のね、ほこりが溜まっているところとか、食器棚の裏とかですよ、もうそんなところまで、うわー綺麗って、もうお引っ越しですよね、引っ越したの同然ぐらいの大掃除をこのスーパーオミニがしてくれるということなんですね。ですからここの2番目の項目何をというのは、もうズバリ豊富な種類の食物繊維ということになるんです。では次の項目に移りましょう。3番目です。では実際にその痩せる効果の高いスーパー大麦をですね、どのような組み合わせで1日どれぐらいの量を食べればもっともっと痩せる効果が出るのかということで、あなたに私が作っておりますですね、考えましたその美味しいダイエットレシピをお伝えしてまいりたいと思います。それはこちらです。スーパー大麦を使ったヨーグルトになります。でぜひ朝に召し上がっていただきたいと思います。まず材料1人分です。ホットヨーグルト 100g、 100g と言いますと、よくあの大きなヨーグルトのパックありますよね。あれがだいたい1パック 400g 程度入っておりますから、4分の1の量だと思ってください。目安にしてみてください。でヨーグルトも1日 100g までとしてくださいね。食べ過ぎてしまってはカロリーオーバーになります。特に動物性の牛乳からできているヨーグルトは食べ過ぎになってしまいますから注意してくださいね。で次にこの蒸しスーパー大麦です。小さじ1準備してください。そしてあと冷凍ベリーです。よくあの冷凍のですねフルーツ売ってると思うんですけども、おすすめはあの冷凍のベリーミックスといって、ブルーベリーやラズベリーや、あとはそうですブラックベリーとかストロベリーとか、そういったこうベリー系のフルーツを選んでください。そしてあとはお好みで良いです。別にあのフルーツが甘いので甘みが必要ない方はここ入れなくても良いと思うんですけれども、少し甘みが欲しいなという方は蜂蜜を小さじ1杯程度かけて召し上がってください。これはですね、ちょっと一つずつその痩せる効果と、この特にホットヨーグルトの作り方を今からお話ししたいと思うんですけれども、あの普通ヨーグルトっていかがですか。冷蔵庫から出したらやっぱり冷たいまんま召し上がる方多いと思うんですね。せめてその冷たすぎるのは良くないなって思ってらっしゃる方は、少しこう常温に戻るのを待ってから召し上がってくださったり、それぞれ工夫してくださっていると思うんですけれども、ヨーグルトですね、特にその動物性のヨーグルトなんですけれども、あのすごくね、実は腸に負担をかける食べ物です。ですからなぜかと言いますと、その冷たいものを召し上がってしまうと腸が冷えてしまって痩せ体質にですね、あの
なりにくいっていうことになってしまうんですよね。そこでこのホットヨーグルトがおすすめなんです。ホットヨーグルトというのは、プレーンヨーグルトがありますよね。無糖です。を 100g 耐熱容器に入れていただいて、もうラップなどなしで 600W の電子レンジで約30秒加熱していただくだけで簡単に作れます。あっという間に作れるんですね。そしてよくヨーグルトを温めたらその菌が死んじゃうんじゃないですかって、効果が出ないんじゃないですかっておっしゃる方もおいでなんですけれども、大丈夫なんです。無駄ではないんですよね。なぜかというと、そのヨーグルトに含まれているこの乳酸菌が40度まででしたらちゃんとね生きたまま残ってるんです。ただ60度以上加熱してしすぎてしまうと、この腸内その乳酸菌がですね、その死滅してしまうんですけれども、ただその残った死滅したその死骸もですね、実は腸内細菌の餌となってくれる、そのままですね腸の役に立ってくれるですよね。すごいですよね。もう亡くなってしまってからも役に立ってくれるわけですよ。使ってくださいとですね、本当にありがとうございますですよね。ですからその温めすぎなければ大丈夫です。そしてまずこのホットヨーグルトなんですけれども、先ほどそのベリーミックス冷凍でとお伝えしましたが、冷凍のフルーツもね冷たいですよね。ですからこのホットヨーグルトに入れることで、やっぱり半解凍ぐらいにしていただきたいですよね。半解凍です。ちょっとねべちゃべちゃになったらね美味しくないと思いますので、温めすぎると良くないと思うんですけども、冷凍フルーツのメリットはとにかく無添加であることです。添加物が入っていないフルーツそのものを食べることができる、また酵素も取ることができるということと、あとはカット済みなので楽なんですよね。いちいちそのカットせずに済みますし、こういったベリー系のフルーツというのは実は糖質が低いんですよね。普通のやはりフルーツというのは食べ過ぎてしまうと果糖がたっぷり入ってますから、やっぱり太ってしまうんですよね。もちろんその酵素が取れますから、代謝も上がってプラスの面もあるんですけれども、取りすぎてしまってもやっぱりもう明らかに糖質を取りすぎてしまう、結果太ってしまうことになりますから、フルーツはこのヨーグルトにトッピングするのであれば、私は簡単なその冷凍してあるベリー系のミックスフルーツをおすすめしたいと思います。よくねミックスベリーっていう形でいろいろなお店に売ってあると思うんですけれども、多分ですねそのもちろん選んだ種類で中身が違うと思うんですよね。例えば私がよく購入するのはラズベリーとかブラックベリーとかストロベリーとかですね、こういったのが入っているものを選ぶんですよね。そうするとまずラズベリーが脂肪燃焼効果があったり、ブラックベリーはもうその色がブラックというだけあってですね、ポリフェノールがたっぷり含まれておりますので、やはり食物繊維も豊富ですし、ポリフェノールも脂肪燃焼効果があるから、どんどん脂肪を燃やしてくださいっていうね、もう頼みたいあなたにっていうフルーツなんですよね。でストロベリーなんかもやっぱりビタミン C が豊富、プラスブルーベリーもおすすめです。ブルーベリーもブラックベリーと同様やっぱりポリフェノールがとても多いので脂肪燃焼効果もありますし、やはりアントシアニンですね、この色がやっぱりねいいんですよね。内臓脂肪の蓄積を抑えてくれたり、あととにかく糖質が低め、もう低糖質フルーツですからおすすめしたいと思います。さあこの3番目のどのようにということで美味しいレシピご紹介しましたが、先ほどお伝えしましたそのスーパー大麦を使ったホットヨーグルトのレシピでしたね。先ほどはホットヨーグルトを作る時の蒸しスーパー大麦は小さじ1ですよとお伝えしましたが、小さじ1だとですね1日あたり摂る量を、マックススーパー大麦ですね、だいたい目安としましては 12g 摂取しましょうねということでお勧めしております。なので大さじ1でしたらまだ 12g になっていないと思いますので、また他にも例えばサラダに振りかけていただいたりとか、お味噌汁にそのまま入れてしまったりとかもいろんな食べ方があります。でも本当にもうプチプチしてて美味しいんですよね。もち麦系の食感といえば伝わりますでしょうか。こちらのスーパーおむけともっちもちこうプチプチしたその食感、口の中でこうプチプチで弾けるようなね
でまた食べ応えがあります。よく噛むことで満腹中枢が刺激されて食べ過ぎの予防にもなりますから、ぜひこちらですね、蒸しスーパー大麦を使ったレシピ、また今後もねいろいろご紹介していきたいと思いますが、まずはですね朝一番にホットヨーグルトにトッピングして食べてみるということが私の一押しでございます。ではこの動画のまとめに入りたいと思います。まずなぜ痩せることができるのかでしたね。それはあなたの腸内環境が整うからでしたよね。ぜひその善玉菌、別名に痩せ菌が増えるように、そして日和見菌というその中間にいるですね、あの仲間を、ね、増やしていくということが大事ですよでしたね。で次は2番です。では何をしっかり取ればそうなり痩せるのかということでしたよね。それはスーパー大麦に含まれているもう多種多様な良質の食物繊維を取るからこそ、隅々まで大掃除ができて腸内環境が整って結果痩せ体質になれるんですよでしたね。では最後3つ目です。どのように、これポイントですよね。食べ方一つ工夫次第でその効果が、ダイエット効果上がると、それはやはりお得ですよね。私たち女性は特に痩せたいけど食べたいなんですよね。もうその気持ちよくわかります。ですから私が今回お勧めしたのはこの蒸しスーパー大麦を使って、しかも腸内環境を整えるヨーグルト、しかもそれをホットで食べることで良質の、まあ、タンパク質も取れますし、腸を冷やさずに痩せ体質になることができるんですよでしたね。そしてフルーツを選ぶとしたら、ぜひ低糖質のベリー系のフルーツを選ぶとより痩せることができますよでしたね。さあいかがだったでしょうか。今回はこの蒸しスーパー大麦を使った美味しい痩せレシピご紹介いたしました。もうすぐにですね作っていただきたいと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。